いずこじゃ姫の和須山寺は。あの屋根、見えますか？あのちっちゅうのが、あれが足のお伝えする山寺でござんすよ。山寺はあんなに先か。いやいやいや、この紅葉を越えりゃ、すぐでござんすよ。早く姫にお会いしたい、孫一。いや、しかしだ。ここいらで少し休ませてくれ。まあそうですね、休憩しましょう。まずは休憩っつったらお水。はい、こちら。いやいや、甚兵衛様、足腰がお強い。さすが、ご大臣の御用人様でいらっしゃる。いや、もうご用人ではないわ。侍の世はほれ、終わった。でした。明治になって早3年だ。だが、姫様のご心痛をお察しすると、いたたまれるな。ええ。晴れて足利一万石のご婚儀が整い、お越し入れされたのが3年前。姫様は、江戸からはるばる足利までお越し入れなされた。が、お月になる前にお相手の若様が突然お亡くなりになった。だが、越し入れした限りは足利のご正室となる。姫様はまだ会ったこともねえ若様を弔うためにバッサリと髪をお切りになり、仏門に入って尼になってしまわれた。なんという天命か。そこへ輪をかけたように明治のご一新が始まって、花のお江戸はなくなり、今や東京と相成った。あっという間でございましたな。くそ、嘆かわしい。あ、いや、悪夢してはおられぬ。早く姫にお会いせねばな。ちょっと待ってくださいね、甚兵衛さん。この山の中ほどに地蔵の湯っていう湯治場がございます。地蔵の湯という湯治場、はい、いや、湯治場にほれ、用はない、天寺じゃ。いやいやいや、姫様、つまり安寿様はその湯治場におられるんですが。なんと、うん、湯治に参られてる。それ、姫はなんか悪いのか。孫一、何をしとるんだ、お前。はよ、その、なんだ、地蔵の湯とやらへん。はよ、案内せえ。行くぞ、俺。いや、思いやられるね。あ、これ、甚兵衛さん、甚兵衛さん。ご主人からだよ。羨ましいね。ああ、手紙ぐらい書
くれりゃいいのに。もう安心なさってるんですよ。大切なお金だ、かざしておいでなさい。私なかなかお役に立てなくてごめんなさい。いいからいいからねえ源さん。大丈夫だ、何があっても命の中だ。そうでした、薬草ありがとう。いつでも言ってください。さあさあ持ってまいりましょう。ああ、こりゃ申し訳ありませんね。こんな男仕事させちまっていや、まだまだ、これでは源蔵さんの半分も持てやしないわ。あんな源蔵って鬼瓦みたいなのと比べっこなしですよ。楓さんのご主人って毎月仕送りなさっているの？いや、このご時世だ、なかなかできる子じゃねえ。でも楓さん、なんだか寂しそう。はい、どうなさいました？トゲが。あ、ちょっと動かないでくださいまし。ここか。このような小汚いところで当時をなさっておられるのか。待ってください、純平様。お女中はおらぬか。忙しいよ。何？おい、姫様に取り次ぎを願いたいのじゃ。ちょ、待ちよ。おかつさん、動かないでくださいまし。はい。おい、まぐいち。まるで掘ったて小屋ではないか。まことに姫は、こちらで当時をなさっておられるのか。見てねえし、見てねえし。何を。抜けた。おい女中、早よ取り次ぎを。いや、おい、何がおかしい。え、ジンベエ殿。ん、お懐かしゅう。いや、こ、姫、姫様、お久しゅう。ジンベエ殿、私はもう姫ではない。亡き夫の菩提を弔うために尼になったのです。うそ、おいたわしや。ジンベエ殿、どうかお手を挙げてください。侍の世はもう終わったのですから。ご尊顔を拝し奉り、いい子だジンベエ。ジンベエさん、続きをお使いください。ここを置きやすよ。さあ、こちらへおかけなさい。足を洗いましょう。そう、めっそうもございません。姫様に足を洗わせるなど、そんなことをなされましては、このジンベエ切腹いたさねばなりません。まったくこりゃ。
ちら登場なさっている楓さんです。あ、当時のお客でござったか。これは、はい、この宿ではみんながお手伝いします。うん、さようでござるか。ではいただきます。うん、うまい。この満腹餅は小豆を半殺しにして出す赤色が魔除けに効くんです。半殺し、そう、今じゃ満腹餅はね、この辺りの名物なんです。ああ、名物か。はい、アンジュ様のおかげですよ。おお、姫の。アンジュ様が天寺へお入りになる途中、ここで満腹餅をお召し上がりに。さ、その頃ね、まだ徳川様のご時世だよ。たとえ天になられても足利一万石、大勢の御家来衆に囲まれてお餅をお一口お食べになった、その時にアンジュ様、いや姫様の頬を涙が一筋、なんと顔には出さねえで心で泣いて、さぞつらかったんでござんしょうね。その心の強さ、優しさ、潔さ、この大噂はたちまち町中の評判となったね。おかつさん、そう、おかげでこの潰れかけてた地蔵の湯も日の目を見ることができたんだ。はい、さあ、アンジュ様、どうぞお上がりください。いただきます。なんと、これ、そうだったのか。まあ、ご用人様、大変だ。お部屋へご案内しますよ、ねえ、ゲイさん。はいよ、姫さん、ゆっくり汗を流してください。かたじけない。でしょうか、お嬢さん。お嬢さん。ああ、もう晃之助、早い。お前は足が早いから。ああ、もうダメ。しっかりするのです。足が痛いんだよ。ああ、それは申し訳ない。お地蔵様に参りするのは私なんだよ。お前が先を急いでどうする。その通りです。ああ、もう行けない。あの、こちらへおかけなさい。おう、これはありがたい。さあ、お嬢さん。もう動けない。晃之助、なんとか押し。その様子じゃまだ歩けそうだな。もう動けないわ。当時に来られたのですか。当時、当時なんて、いやだわ。じゃあどちらに。ええ、お地蔵様を探しております。お地蔵様を、はい、知らない。今、東京じゃ評判になってるわ。天になった姫様が涙を流して満腹餅を食べられた。すると、お地蔵様がお姫様の願いを叶えられたんだって。あら、まあ、驚いた。どちらから参られたのですか。はい、東京は深川にある材木問屋から参りました。当家の奥様は急須の病で、お嬢さんがその祈願に。まあ、ご祈願でしたの。近くにお宿はある。お宿、ああ、湯治場ならここです。こんなあばら屋、泊まる気にもなれ。どうかお許しを。晃之助、カゴを呼んできておくれ。カゴですか。カゴなんていやしねえぞ、こんな山の中だよ。晃之助、なんとか押し。はい、なんとかしましょう。お待ちなさいませ。お願いね。あらららららら、あの人が町に着く前に日が暮れちまうぞ。それでもいいんですかい。それは満腹餅です。へえ、これが評判の満腹餅なの。はい、ぜひお召し上がりくださいませ。いらない。いやに。それより少し横になりたいわ。ああ、じゃあどうぞ、いくらでも横におなんだぜ。ここがお目当ての地蔵の湯なんでございますから。ここが地蔵の湯。さあ、ここが地蔵の湯で、こちらが天の安寿様で、こちらがその東京で評判の満腹餅だ。なんてこと、どうしましょう。バトーさん、晃之助、足がね、ひとっ走りって呼んできて差し上げますよ。晃之助さんだね。いい名前だね。叫びたくなっちゃう。晃之助さん、カゴはいらねえって。いらねえんだな、カゴは。はい、カゴいらねえよ、日が暮れちまうよ。ごめんなさい、お世話をかけます。やれやれ、言いず知らずの土地に来て疲
疲れてるんだよ。でもお母様のためにはるばるここまで。いい子なんですね、きっと。はい、とってもいい娘さんです。おかつ、客は二人だぞ。はよ。
三日ざりですかい。ああ、さよう。いや、深川の材木問屋って言うよ。泣く子も黙るよ。でっけえ所帯でや、商人。そこもお嬢さんなんですか。あれで、ね、いやいや、あんなわがまま娘見たことねえ。お手伝いいただき、誠にありがとうございます。あとは私が探します。いいんだ。あ、髪飾りのお嬢様。ただいま、お地蔵様にお祈りをしております。そうか、じゃあお前さん、お嬢についていておい。いえいえ、髪飾りを見つけません。いやいやいや、ついてておやんなぜ。ほっとくと何してかすかわかんねえぞ。幸之助さん、どうなさい。あ、これは安住様。それではよろしくお願いいたします。噂をすればやってきたよ。おー、ジンベさん、あっち探そう、あっち探そう。アンジュ様、母様のことを祈らせていただきました。よかった、私、ゆうと申します。おゆうさん、昨日はごめんなさい。アンジュ様にお会いしてびっくりしてしまったの。お父様を亡くされたそうですね。はい、それ以来お母様が気弱になってしまって。そう。まあ、おかけになって。それで、かごやさん、止めておくれ。まさか、あの声は。幸之助、どうしたの。いえ、奥様の声がしたい。お待ちなさい、お嬢さん。落ち着いて。いやよ、どうしましょう。お出迎えをするのです。いや、おゆう、お母様、お体は大丈夫なの。お前、どうして見合いの席に行かなかったんだい。それは、今すぐ東京に戻りなさい。お見合いをするのです。いやよ、おゆう。奥様、幸之助が会えておりませんでした。どうかお許しください。幸之助、お前を旦那様の名代としてつけたのですよ。申し訳ございません。旦那様からつけたお盆をお忘れですか。いいえ、決して。母様、私はお見合いの席へ向かいました。そうでしょ、幸之助。はい、待ち合わせの料亭の前でお嬢様が噂のお地蔵様にお祈りをしたい、足利へ行きたいと。よりにもよって、足利の湯治場なんかに来なくても。お前、そんなに見合いが不服なの。それより、どうしてお母様はこちらへ。幸之助が客で知らせてくれたのです。幸之助、もう。はい、お知らせいたしました。奥様の心配をおかけするわけにはまいりませんから。今すぐ東京に戻りなさい。いやよ、おゆう。おゆう、この縁談はあなたの身をもってのことなのですよ。亡くなったお父様のためにも、深川の家を守っていかなければならないのです。それがわからないのですか。あ、ようこそお越しくださいました。どちら様でいらっしゃいましょう。こちらですね。申し遅れました、奥様。こちらが天寺の安住様でございます。安住様、では足利のご正室様でいらっしゃいますか。さようでご。今はこの地蔵の湯で働いております。それは失礼いたしました。では涙の満腹持ちの宿か。ここでございますよ。ここで。お母様、しっかりしてください。もったいない。いや、驚かれたようじゃな、これ。お客さんじゃないか。おどせ。いらっしゃいませ。ようこそおいでなさいました。ぜひこの地蔵の湯にお泊まりください。いいお湯ですから。お母様、そうしましょう。安住様、私、お湯の母親の幸と申します。お幸さん、こちら宿の音瀬さんです。それではご厄介なおといたしましょう。ありがとうございます。どうぞ中へお入りください。さあさあ、お二人様、ご案内。
城俊慶檜山だった大館前わっぱと孫さんは陽気で明るいね。そうだ孫一、どうして秋田温度を知っとるんだ。え、秋田は足の生まれ故郷でございます。学の頃からね、ひもじさんには慣れっこでしたが、食いっぱぐれの根本地形、どうしようもねえ年遅れ、口べらしに家を出ました。口べらしですか。ええ、いてつく山の中、食えるもんなら何でも食った、生きるのに一苦労でした。初めて聞いたよ孫さん。ああ、みんなでお揃いだ、ちょうどいいや。ああ、聞いてることが一つある。ね、人は何で生きるんです。まあ誰に聞いても答えはなかった。助けを求めて寺から寺へ、いくら尋ね歩いても答えはねえもんだと諦めた時。諦めた時、何か分かりましたか。どうせ生きていくのならね、せめて笑って生きようじゃねえかと、こう心に決めたんでございますな。そうか、なんとそうだったのか。孫一さん、参りました。いやいや、安住様に拝まれちゃお堕仏でございますな。こりゃいい。いかがです。ああ、いいね。仏殿、奥方はどうされておる。お疲れのご様子でぐっすりお休みですよ。ああ、そりゃ娘が見合いの席をすっぽかしゃわけも一つも聞きてるしな。それそれ、ひょっとして番頭さんとお嬢さん駆け落ちなんじゃない。まあやっぱり それでそれで。おお、番頭さん結束会でどうかした。そうじゃ、あの形見の髪飾りは見つかったのか。はい、それが宮様に申し上げたいことがございます。あの、これ、よかった、見つかったんだ。ごめんなさい、嘘だったの。嘘？何？嘘とはどういうことだ。え、どうかお許しください、どうかご勘弁ください。お見合いが嫌だったのですね。はい、でもお母様が来てしまったから。もう、ああ、家に戻りたくねえわけがそれだったんだ。さあ、お二人ともこちらへおかけなさいな。あ、どうぞどうぞ、こちらにおかけになって。ね、僕の予感もしてました。で、番頭さん、お年はおいくつなんですか。それがわからないのです。え、何、年がいくつかわからない。はい、気がついたら深川八幡の境内で倒れていたんです。お腹が減って立つこともできなかった。でもそれまでの覚えが全くないんです。覚えがない。はい、その時通りかかった旦那様に助けられて、うちにあげていただき、ご飯をお食べと優しく奥様です。そのご飯を口に入れようとして、あまりの嬉しさに思わず泣き出してしまいました。まあかわいそうに。それ以来ずっと親代わりとして今日まで育てていただいたんです。苦労なすったんだ。ですから旦那様の形見であれば髪飾り一つでも。わかったよ、ごめんなさい。ゴゴス、お嬢さん、いいよ。二人はな、もうまるで兄弟みてえだな。おゆうさん、お見合いをしたくないわけがあるのですか。はい、それで安寿様とお話がしてみたいのです。伺いましょう。あしどもはご遠慮申し上げましょうかね、旦那。うん、それがいい。なあ、ハイデさん。そうそう、番頭さんも参りましょうね。男は気を利かすものよ。そうだそうだ、ね、歌の続きだよ。はい、ひざかさっさ、ごいさっさ、恋なんて秋田名物だ。みんなよく気の利くことだよ。です。その髪飾り、お父っつぁんって、まあ、本当なんだ。はい、お母様は私を連れてお父様の材木問屋に嫁ぎました。連れてということは、私はお父様の子ではないのです。はい、驚いた。おゆうさんは一人娘なの。はい、ですから私がお家を継がなければなりません。そりゃ大変だ。安寿様はお家の取り決めで嫁いで来られたのでしょう。はい、婚礼は初めから決まっていました。それなのに若様がお亡くなりになって。ええ、どうして尼になる決心をされたんですか。おゆうさん、私だったら耐えられないわ。どうしてお家の取り決め通り好きでもない人と結ばれなきゃいけないの。どうして人のため
やお家のために生きなきゃいけないの。自分の思う通りに生きてはいけないの。もうお家のためや人のために振り回されて生きるのは嫌なの。おゆうさん、生きているのは命です。え、この世で得られるものは必ずなくなります。お互いに与えられた境遇は違っても、命を開いて生きることはできます。命を開いて生きる。はい、必要なものは命が満たすのです。命が満たす。そう思います。おかげさまで今日まで生きてくれたんですね。そうだよ、私たちにとっちゃこの地蔵の湯が命だよ。地蔵の湯が命？あれは展望の火事があった時だから、20年も前のことだ。聞かせてください、お勝さん。足利の町が火の海に包まれてすごかったんですよ。私は枕だけ抱えてここに逃げてきたんです。お登世さんは？私は産後の日立ちが悪くて寝ていました。産後の日立ち？はい。あ、内緒です。お登世、何もかもお話しよ。あの頃お登世は所帯を持っていたんです。所帯を？火事だ、逃げろ、亭主が叫びました。長屋はもう火の海だったのです。亭主は火に焼かれて亡くなりました。逃げろ、赤ん坊を助けてくれ。その後は何も覚えていません。気づいた時は赤ん坊を抱えてお地蔵様の前にいたんだよね。火事は何日も続いたんです。大勢の人がこの麓の日よけ地で過ごしました。私は赤ん坊を抱えて眠ってしまったの。そして朝目を覚ますと赤ん坊がいなかった。探し回りました。赤ん坊は？いません。あ、安寿様、お登世はこの地蔵の湯に暮らしていればいつか赤ん坊に会えるからと思ってここに小さな茶店を出したんです。それが満腹持ちです。そうだったの。でも20年、どれだけ月日が流れてもあの時この胸に抱いていたあの子のぬくもりが忘れられないんです。お登世さん、あなたが優しいのは悲しみを背負っていたから。安寿様、20年もお子さんを待っているの？ええ。悲しいわ。会えるよ、きっと。
こちらは当時客の楓さんでな。まあ、失礼なことを申しました。いや、ここではお客が宿を手伝う、そういうしきたりなんだよ。それは気がつきませんね。助かってますよ、楓さんはあと一歩だ。大丈夫、きっと良くなりますって。ありがとう。でも東京にいる主人はまだ一度も会いに来てくれません。まあ、手足が効かなくなった私が足手まといになって、カゴを呼んでここに送り届けて、それっきり。それっきりか。ご主人様はどのような商いを？町医者なんです。まあ、お医者様なのですか。でも私は足手まといの厄介者なんですよ。楓さん、本当に役立たずの厄介者でしょうか。え、実は玄三さんに東京まで行ってもらったのです。え、ご主人は小石川薬草園でも名の通ったお医者様なんですね。はい。あ、なんと小石川薬草園ですと。え、小石川薬草園。あんた様、こいつを預かってまいりました。これはどんな言われがあるのですか。婚礼の夜に私から夫に差し上げた押し花です。婚礼の夜に。婚礼の夜に押し花をね。はい。楓さん、その押し花、ご主人は大事にしておられました。そいつを見せてほしいとおっしゃっていました。本当？ご主人は今日も患者のために働いておられます。お忙しい毎日だそうです。でも私役に立てない、何にもできないんです。もどかしいね。いくら忙しいからって大切なお子さんを放っておくなんてさ。おかつ、男はな、女房のことになると天然だらしないもんなんだ。源さんたら、男に何ができる。大きな声だ。若い頃から苦労をかけた女房を流行り病で死なせてしまった。源さん、俺には何もできなかった。源さん、男は何もできません。苦労をかけた女房に優しい言葉の尺ともかけれなかった。ありがとうを伝えられずに終わってしまった。ね、そのお芝居な。はい。きっとご主人の気持ちの表れですね。楓さん、あなたのご主人をこちらにお呼びしました。え、あなたと向き合いなさいと手紙を出したんです。来てはくれません。きっと来てくださいます。これがその返事です。前の大火事の夜、私も地蔵の湯に逃げてきていたんです。え、じゃああんたもあの大火事の時に。はい、もうここで死ぬものと覚悟を決めました。隣に赤ん坊を抱いた
母親が眠っていました。もう日はすぐそこまで迫っていました。あ、どうしよう、この赤ん坊も死んでしまう。どうした、もし起きなさい、何をしているのです、起きなさい。そうだ、この子を助けることこそ私の役目。まさか赤子を。なんだって、赤ん坊を抱いて逃げました。気が取るほどどの道を取ったのか、ず逃げました。そして材木の買い付けに来ていた旦那様と出会ったのです。お母様、罪を償いたいとあなたを一生懸命育てました。でもゆう、あなたの笑顔を見るたびに本当のことが言えなくて、許しておくれ、おゆう。いや、いやよ。どうぞ。おかみさん、私はあなたから一番大事なものを奪ってしまいました。では、おゆうさんが私の。あ、本当にごめんなさい。お母様、落とせ、落とせさん、落とせよ。育ててくださってありがとう。あの時産後の日立ちが悪くて眠ってしまった私をあなたが助けてくださった。辛いことをよく打ち明けてくださいました。本当にありがとう。ごめんなさい、お母様、なんてことをしたの。と一緒に過ごした日々を決して忘れることはできません。身寄りのない私にとってはかけがえのないたった一つの家族なんです。たった一つの家族。その上、
様はどこの誰ともわからないこの私を今までずっと影になり見守り続けてくださった私の大事なおっかさんです。小之助、こんな私をおっかさんと呼んでくれるんですか。はい、おっかさん、今までありがとう。いただきましょうか。はーい。